第ということで、特に打ち合わせておりませんので、説明の方は、控えさせていただきます。まっすぐ飛ばすのが苦手なのかもしれませんね。ぐる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 やっておりますけども、まあ、ローリングさせたら、見えるように。非常にロールが大きい、多くてしかも速いですね、まあ、この引き返しながらの、ローリングターンです、サーボのテストでしょうか、目いっぱい動かしております。すればすぐに飛ばせるようになります。本田君は今日は双葉の従業員ですので、フライトショーを借りてラジオのテストをしております。どこまで聞くか、サーブはちゃんと動くかという意味ですね、給料分をフライトしなきゃいけません。下げるんですか？お尻振ってますね。続く人間が乗ってない飛行機でよかったなと思いますけども。見えなくなりました。待ってください。先ほどとはね、また、違う見せ方を今は、してくれているようで、飛んでおります。低めでやってる感じがしますけれども、こんなもんでしょうか。
よく言われますのが、やはりフライトの方のレベルが高い方というのは、ラダーコントロールとエンジンコントロール、こちらの方が非常にきめ細やかであるというふうに言われております。エンジン音がよく、聞こえるガソリン機でありますよね。そういったあたりにも、注意して、ご覧いただくと、より楽しくご覧いただけると思います。拍手をお願いします。片手で操縦します。片手でやってますよ、今。すごいですね。拍手要求は分かるんですけど、片手で飛んでます。ちょっと手元が見えないのが残念なんですけど、どんな動かし方してるのかなといつも思うんですけど。やはりグリグリやっております。サイドスリップに入れて停止、これからランディングですね。いや、素晴らしいフライト、どうもありがとうございました。本当に、ね、素晴らしいフライトだと思います。恩田君どうもありがとう。本当にありがとう。はい、皆さんありがとうございました。双葉電子工業恩田哲人です。恩田君、今一度拍手。